はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、アークのキャシーさんが昨年の振り返りと今年の2021年の先行きについてコメントをですね、出していましたので、その点を翻訳して皆さんにお伝えしていきたいと思います。まず、昨年振り返って彼らの予想が合っていた面について話をしていたんですけれども、まずはですね、V 字回復というところでした。株価今年、昨年ですね、非常に一旦大きく下げましたけれども、そこから大きく伸ばしていたっていうのは、彼らの予想通りでしたということですね。あとはですね、決算が非常に良かったという点に関しても予想通りでしたということでした。で、彼らですね、2020年を100と、した場合に、2019年は140だとすると、2021年に関しては200、これはですね S&P500 のですね、企業のマーニングを足し合わせた数字ということで説明をしていたんですけれども、2021年はアーニングという観点でも、決算という観点でも非常に期待ができる年になるでしょうというコメントを、述べていました。あとはですね、じゃあどういったところが間違っていたのかというところなんですけれども、つい最近ありましたアメリカの、上院選挙の結果を受けて、彼らとしてはですね、これ上院が民主党が取った場合、バイデンさんが勝利を収めた場合にはですね、株式市場は大きく下落するだろうと見ていたんですが、市場の、見込んでいた、観点がやはり違ったというところが間違っていた原因だというふうに言っていました。キャシーさんはですね、これ他の投資家も僕も含めてそうだったんですけれども、まずはですね、企業の税金とか、あとはですね、キャピタルゲイン税、株式で儲けた時の税金を大きく上げるというところでネガティブに見られてはいたんですが、今の市場の大きな焦点としては追加景気刺激策に目がいっていて、民主党がですね、上院下院ともに取れば追加景気刺激策で大きなものが今後期待できるだろうということで、株式は下がらずそのまま上昇を続けているというような状況に今なっています。なのでですね、ここが少なくとも短期的にはアークキャシーさんが間違っていたところでしたと。で、長期的にもこれが間違いであることが望ましいですね、なんていうことをコメントとして言っていました。でですね、今後なんですけれども、アークとしても、これもおそらく市場としてもそうなんですが、コロナウイルスの感染者と死亡者っていうのは今後伸びていくでしょうというところと同時に、追加景気刺激策が今後も行われることからですね、株式市場はそれをベースに大きく引っ張られていくんではないでしょうかということでした。まあそういったこともあってですね、2021年は株式市場大きく伸びるでしょうというようなコメントも同時に出ていました。で、ここ最近の動きでですね、大きく意外な動きでしたというところを述べていた中で、おそらく一番影響が皆さんにもあるところがですね、アメリカの10年債の長期金利が 1% をぶち抜けてきたというところかなと思っています。これはですね、市場の債券関連の参加者というところも非常に大きく驚いているところだとコメントをされていたのと、あとはですね、おそらくアメリカの中央銀行のメンバーですね、こういったところも驚きなんじゃないかということを言っていました。で、 1% っていうのはやはり大きな、レジスタンスというか、なかなか抜けられないポイントだと思っていたにもかかわらず、2021年のこんなにも早いタイミングで、大きく抜けてきたといったところで、今後どうなっていくんだろうということをですね、これからお話ししていきましょうというような、流れでしたね。で、この景気の、その、なんていうか、景気じゃなくて金利ですね、が大きく抜けてきたことで、どんな影響があるのかっていうところなんですけれども、なぜかというところですね。で、一つに関してはですね、M2 と言われるお金の、流通に関しての言葉があるんですけれども、M1 っていうのがありまして、まず、これが現金と、あとはですね、預金っていうものが、挙げられます。市場の中に。この預金はですね、銀行に預けられている預金と、あとは市場というか我々が持っている現金通貨ですね。これを足し合わせたものを M1 と言うんですが、M2 というのはですね、それにプラスして定期預金だったり外貨預金とかですね、あとは、譲渡制の預金というふうに言われるんですが、我々がですね、長期に預けている、銀行に預けている資金とかを、足し合わせたものを M2 と言うんですけれども、これがですね、年率で今市場で 25% っていう単位で伸びて、どん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 伸びていると。で、これは過去に例のない今伸び率でここ数、伸びてきているということを言っています。で、やはりですね、こういった市場にジャブ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 お金が大きく
溢れ出ているっていうところが、この大きく金利を伸ばしているというところにつながっているんじゃないかというふうに言っていて、これがですね、今後コモディティ価格の上昇ですとか、あとはですね、ドルの今後さらなる下落にもしかするとつながるかもしれませんねと。で、このドルっていうのはですね、昨年 7% ぐらい下落したんですけれども、これがですね、さらに下落トレンドを続けるようであれば、中央銀行としてもですね、FRB としても何か対策を取らないかもしれない、いけないなと。で、2022年とかですね、2021年の後半には何かしらの本当に実効的に、まあ、実効的にというか、その本当にマネタリーポリシー、財政政策の、まあ、金融政策ですね、の変更を迫られるでしょうということを言っていました。はい、なので、まあ、これが今後のトレンドとなるかどうかっていうところをさらに注目していかなければいけないポイントかなというふうに述べていました。でですね、他に関しましては、ですね、追加景気刺激策に関しては、まだこれからですね、バイデン政権になって継続的に出てくるでしょうということは、コメントしていましたけれども、今後ですね、本格的に経済が回復してくるようであれば、そしてそれを今見込んでいるという状況なんですけれども、比較的早い段階で、追加景気刺激策ですとか、まあ、そういったところに関しては、なくなってくるでしょうと、まあ、それにプラスして金融の緩和の政策っていうところも思ったよりも早く引き上げられてしまうのではないかということです。で、それがどういうところにつながってくるかというと、それだけしっかりとした回復が経済としても見られるようであれば、かつ、緩和の政策というのが必要ないで、ないようであれば、民主党としてもですね、これまでの、言っていたようにですね、税金の引き上げというのをやってくるんじゃないか、トライしてくるんじゃないかということを、言っています。はい。で、ですね、そういった経済の回復が、まあ、強く見込めるようであれば、これまで少し難しいんじゃないかと言われていたいろんなバイデンさんの政策がやりやすい状況に今後なってくるでしょうというようなコメントが上がっていて、じゃあそれってどんなことがあるんでしょうかというと、まずはですね、先ほども言ったように、税金の引き上げというところが挙げられると思います。これはですね、共和党としても非常に反対しているようなところでもあるとは思うんですけれども、やはり大きく経済が回復してくるようであれば、こういったところも必然的に検討せざるを得ないんではないかというようなことを言っています。それ以外にですけれども、インフラ部門への投資とヘルスケア、こちらはですね、薬価の引き上げ、そしてクリーンエネルギーへの大きな投資という3点が他には挙げられるんですけれども、このまずインフラ投資というところはですね、景気回復してくるにつれて、共和党もですね、非常に賛同しやすいポイントの一つなんではないかというふうに言っていました。あとはですね、このヘルスケアと分野なんですけれども、薬価の改定というのはですね、トランプ政権からも継続的にやっているということもあって、ここはですね、問題なく今後も一緒に進んでいくでしょうと。例えば、まあ他にはどういうことがあるかっていうと、特にですね、がん領域への投資ですとか、あとはですね、革新的な薬剤の早期承認というのも今後も同様に行っていくんではないかということでした。で、僕も非常に注目しているクリーンエネルギーというところに関してはですね、これはこれまで共和党に関してはですね、あまりここにポイントについては大きく賛同はしていなかったんですけれども、ここ最近のコロナの後の影響ですとかね、そういったところを見ても今後急速に進んでいく分野だというのは目に見えていると思いますので、比較的容易にこの分野への投資というのも共和党とも協力をして進めていけるようなものなんではないかということで、やはりですね、今後もクリーンエネルギーっていう分野は、まあ、こういった観点から見ても、投資対象として非常にいい分野なんではないかなと、個人的には思いました。で、一番大きなマイナスというところに関してなんですけれども、まあ、先ほどもちょっと言いましたが、大きな税金の引き上げっていうのは、じゃあここどうなるかっていうのは、今後も協議していかなければいけない。今後おそらく2021年、2022年というか、まあ、バイデン政権を今後4年やっていく中での一番大きなリスクなんではないかというふうに言っていましたが、ここはですね、引き続き協議を続けていくと思うので、注視していきましょうということでした。まあ、今後の景気動向についてキャシーさんは少しコメントしていたんですけれども、彼女はですね、もともとファイナンスとエコノミックというバックグラウンドを持っていて、
周りにですねメンターとして経済学者の方がいらっしゃるようなんですが、なので非常にこの全体感投資をするときに、まあ、対極の動きというのを非常に注目していて、それを見ずには投資はできませんというふうに言っていたんですけども、まあ、そういった背景もあってですね、今回のつい先日あった雇用統計は大きく注目していましたということでした。で、表向きというかですね、パッと見た数字は非常に悪かったんですけれども、メディアで大きく報じられてない注目の、彼女が非常に注目しているポイントとしては、ですね、製造部門の雇用というところは非常に、予想よりも良かったですと。で、さらに時間外労働というところでも非常にプラスの数字が出ていたということでした。なので、製造はですね、本当に今急ピッチで動いているというところもあって、今後もですね、製造業をベースとした回復、雇用の回復及び経済回復っていうのは、期待できるんではないかというようなこともコメントしていました。これはですね、中国もヨーロッパも同様といったところで、2021年の景気っていうのは、まあ、期待できるんじゃないかというふうに言っていました。あとはですね、時給も今上がってきているということで、さらにですね、追加景気刺激策も来るということで、消費という点に関しても2021年今後は期待できるんではないかということで、今非常にやはり悪い経済状況ではあるにもかかわらず、今年に関しての景気の回復の、まあ、強い景気の回復っていうところは疑いの余地はないというようなコメントをですね出していたというようなことですね。で、インフレについてじゃあ話をしてみましょうというふうなことを言っていました。まあ、その今後の経済を見通す上で先行指標を見てみましょうというところで、まず株式市場が一つありますということを言っていて、今すごい上がってきてますねと。じゃあそれ以外に何がありますかというところで、じゃあインフレを見ていきましょうという流れだったんですけれども、歴史的に見てもですね、ここ最近起こっている追加景気刺激策、経済刺激策っていうのはそんなにインフレに対しては大きくインパクトがないっていうのが歴史的な背景から見ても、分かっているということではあったんですが、先ほども一番最初に申し上げたように M2、一般市民だったり、まあ、市中が持っているお金の容量というか量ですねが、まあ、年率でも 26% 上がっているということで、ここはやっぱり注目して、注意していかないといけないポイントですよねということを述べていました。で、それに加えてその心理的な、ものがですね大きな影響をここに与えるかもしれないなというふうに言っていて、実際に今もインフレってそんなに起こっていないと思うんですが、今後ですね、10年債の金利が大きく上がっていったりとか、あとは株式市場が上がっていくことで、今後金利が上がっていくんじゃないかなっていう、そういう心理が働いて、人々がですね、物を買う、例えば家とかもそうですが、家とか車とかですね。なのでそういった、その10年債の金利の動きが、今後のインフレを引き起こす可能性があると思うので、そこはですね、まあ、金利を注意して見ていかなければいけないポイントかもしれませんねというようなコメントは出ていました。はい、そうですね。あとはですね、まあ、金利についていろいろコメントは出ていたんですけれども、イールドカーブとっていうふうによく言いますけども、その2年債と2年と10年の金利っていうのはどん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 差が開いていくでしょうと。まあこれはその10年債の金利っていうのが大きく上がっていくことで起こる現象なんですけれども、今回の場合は。なのでこのトレンドっていうのは続いていくでしょうというところと、ドルの下落っていうのがトレンドになるかどうかっていうのは注目ですねと。で、ここどんどん下がってくれば、中央銀行としても何かしないといけませんねと。で、あとはですね、面白かったのが原油相場が今後、まあ、最近50ドルっていうところをですね抜けてきましたけれども、まあ、ここはですね大きく、伸びてくるようであれば、これ何が起こったら伸びてくるかっていうと経済の回復っていうところなんですけども、景気の回復が、まあ、強く予想より強くあって、さらにこの原油の相場っていうのが、大きく上がってくるようであれば、株式市場にも、まあ、大きくインパクトを与えるような要因になるんではないかというようなことでしたね。最後にブロックチェーン、主にビットコインなんですけれども、にコメントをしていました。有名なですね、チャートの、まあ、チャートのみじゃないんですが、チャートを見ているアナリストの方がいらっしゃるんですけれども、ビットコインのようなですね、チャートも見たことがない、異常だっていうふうに言っていて、で、こういった、まあ、その2017年に見せたような、
暴騰と暴落っていうものがあったアセットに関しては再度こういう大きな上昇を見せるのにはですね約10年ぐらいかかるというふうに、まあ、10年ぐらいかかるのが通常らしいんですが、まあ、わずか3年でこういったことが起こっていると。でこれは異常だと、まあ、何が起こっているのかもう全く分かんないみたいなことらしいんですけれども、じゃあこのトレンドっていうのは今後続くのかというところで、今後も続いていくでしょうというようなことを、言っていました。で、これが起こっていくと、まあ、続いていくっていうふうになると、じゃあどんなことが起こっていくのかというようなことも少し話をしていて、まあ、これは本当に驚くべきことで本当に起こるのかどうかっていうのも少しキャシーさんも懐疑的ではありましたけれども、このパブリックブロックチェーンっていう今誰も管理してないブロックチェーンのテクノロジーですよね、ビットコインっていうのは。なのでそういったものを銀行がですね受け入れ始める可能性があるんじゃないかということです。で今までこんなことも考えてみたこともなかったですし、今実際に多分、いろんな多分じゃなくて、まあ、リップルとかもですね、まあ、しっかり管理している人がいるような、まあ、そういったブロックチェーンテクノロジーを銀行がやってるにもかかわらず、それとはまた別にパブリックなブロックチェーン、誰も管理者がいないブロックチェーンっていうのも同時にですね銀行が受け入れ始めることに今後なるかもしれないねということ、でした。うん、ただし、今年大きなコレクションが起こるでしょうというようなことも同時で言っていて、で暴落があったとしてもそこはですね大きなバーゲンのチャンスになるでしょうというようなことでした。でやはりビットコインのマーケットキャップ、っていうのはですね今700ビリオンでテスラがですね800ビリオンなんですけども、まあ、もっともっとこれは大きくなっていくでしょうというようなことを言っていて、まあ、非常にですねキャッシーさんは、このブロックチェーンビットコインに関しては前向きっていうのがこういったところからも見れるかなと思いますし、あとはですね実際にいろんな企業がキャッシーさんにですね相談をしたりとか、まあ、いろったコメントが出ていますけれども、会社としてこの今の状況に対してビットコインを買った方がいいのかどうなのかっていうところがやはり多く議論になっているそうです。で先ほど申し上げた通りにドルが大きく下がっているというようなこともありますし、そもそもやはり通貨のデフレ、通貨の価値が下がってるっていうところが、まあ、起きていく中で、じゃあそれのヘッジって何なのかっていうと、やっぱりビットコインかなっていうふうになってきているそうです。やはりですね、通貨の下落、通貨の価値としての下落っていうのは今後も続くんではないかと。で、それの唯一のヘッジの方法っていうのが、まあ、ビットコインじゃないのかっていう、まあ世論がですね、そういった方向に向かっているということで、今後来る暴落があったとしたら、まあ、そこは本当に最高の会話になるでしょうといったところで、もしですね、まあ、そういったタイミングが来たら、まあ、今高すぎて入れないよっていう人もですね、まあ、そこいいチャンスなんじゃないかなということでした。はい、こんな感じで皆さんにお伝えしていきました。またですねキャシーさんのコメントですとかアークのコメント、全体感へのコメントなんかいうのがありましたら、またビデオを作っていきたいと思いますし、ツイッターの方でも流していきたいと思いますので、ぜひフォローいただけたらと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。